物の約4割に相当する年間1900万トンの食品廃棄物が排出されています。2001年に施行された食品リサイクル法以後、食品廃棄物の再生利用は徐々に増加していますが、排出量は横ばいのままです。再生利用されない廃棄物は焼却されますが、生態に悪影響を及ぼす猛毒のダイオキシン類の発生という問題を抱えています。2000年に策定されたダイオキシン法では、排出ガス及び排出水に関する規制が定められ、今日まで関係各省より常時監視が続けられています。食品リサイクル法による食品廃棄物の削減や再生、ダイオキシン法によるダイオキシン類排出量の削減など、廃棄物に注がれる視線は今後もますます厳しくなる見通しです。このような法的な規制は全世界的な傾向であり、近い将来には中国においても避けては通れない現実的な対策として浮上してくるものと思われます。今求められているのは、捨てることから生かすことへのシフトチェンジです。廃棄物を再生資源として有効活用する方法です。現在農業が抱える最大の課題は、化学肥料や農薬の大量投与による土壌の疲弊です。土の力が低下し、品質の良い農作物の増収が期待できなくなっています。また畜産や水産においても同様で、健康面での不安や水質汚染の問題を抱えています。これらの難題を改善する方法が、有機の持つ自然の力です。早急な対応は、より簡便で良質の有機肥料を作ることが可能な有機資材の活用です。私たちサンリステムは、農業経営の健全化や収益向上をテーマに、有機資材が生み出す効用を独自の技術とシステムで構築しました。サンリステムがご提案する有機資材とは、ウチシロ菌です。自然の力を生かした理想的な有機農法の研究から生み出されたウチシロ菌は、土中の微生物を増加、活発化します。これにより土壌が団粒構造となり、土の透水性と通気性を良くし、農作物の生育を促進します。ウチシロ菌を活用して、野菜、肉類、魚などの食品残渣を肥料や飼料として活用するのが SR 発酵乾燥機です。発酵乾燥処理された発酵肥料は、土壌改良の効用を発揮し、安心と安全の有機作物の収穫をもたらし、同時に収穫量も向上させます。畜産用飼料は、家畜の健康と発育増進、悪臭の解消、循環型農業を実現します。養殖用飼料は、養殖魚の健康と発育増進、水質汚染問題の解決、水資源の持続的な活用を導き出します。そして特定の種類の木材を特殊なチップに仕上げたのが SR マートンチップです。 SR マートンチップは、 SR ユニットトイレ、SR 汚泥処理施設に応用し、さらに有機の持つパワーを発揮します。自己循環式の SR ユニットトイレは、男女別シャワー付きのフリー設計で、全ての水処理に対応した完全自己循環式です。特徴は、1、無排水無汚泥で環境に優しい天然杉チップの中の微生物の働きで飼尿処理するため、排水や飼尿の汲み取りは不要。2、メンテナンスフリーで維持管理が超安価、補充用のチップと水を加えるだけ。3、水を使わず下水設備も不要なので経済的、どこでも置くだけで水洗トイレが設置可能、工事不要。4、レイアウトが自由自在で必要な規模に対応、場所、標高、気象条件、形状処理量に応じて設計、デザイン自由、移動式で災害、断水時でも OK などがあります。 SR 汚泥処理施設も、 SR ユニットトイレと同様のシステムで、
超声層から抜気層を通して殺菌までを行い、反応層へ送ります。そして水溜め層から貯水層へ戻っていく循環方式です。水溜め層で蓄えられた水は水質基準をクリアしており、使用済みチップは野菜など農産物の生育に力を発揮することができます。特徴は1. 汚泥の焼却処理が不要、2. 生ごみの残渣処理が不要、3. 生ごみを水と炭酸ガスに分解、4. 安全で低コスト、5. 循環無放流式などがあります。廃棄物処理の問題を全て関係づけて開発したサンリステムプロジェクトでは、農業の将来を視野に入れ、CO2 の排出を大幅に削減した SR バイオマスボイラシステムも構築しています。家畜の産廃から食品工場廃棄物、飲料廃棄物、紙おむつまでの処理を行います。そして炭化処理では、融雪剤、土壌改良剤、燃料、水分調整剤、脱臭剤、水の浄化剤、微生物単体、調湿剤を作り出します。排熱処理では化学肥料の原料、工業用資材の原料などを生み出します。自然が本来秘めている偉大な力を見直し、自然のままに生かした新しい発想のテクノエコロジー、サンリステムは地球に温かい眼差しを向け、地球に優しいシステムで農業に携わる人々の新しい価値の創造に挑み続けています。